んにちは、ちかです。今日はお昼ご飯でベトナム麺をね、食べに行っております。ベトナムに来たらとりあえずフォーって感じかもしれないんですけど、ブンクアイっていうフーコック名物の麺があって、それがめちゃめちゃ美味しいので紹介したいなと思います。で、そのお店はチェーン店でフーコックに3店舗あるんですが、今回はアクセスが一番良くて店内が一番綺麗な2号店に行きたいと思います。では早速行きましょう。はい、到着しました。今回のお店、ブンクアイ記念祭2号店です。店内はね、こんな感じでカフェみたいな作りですごく綺麗です。メニューね、こんな感じです。先にね、オーダーしてお金払ってから中入るみたいです。今回ね、注文したのはここのね、お店の基本セットみたいな感じで、ブンクアイ全部のセットとサトウキビジュースです。これ2つで6万6000ドンでした。注文したらね、レシートと一緒にこの日本のフードコートみたいなベルをもらえるので、これが鳴ったら取りに行くって感じです。ここにね、自分で調味料を作るコーナーがあります。ブンクアイだけだとね、ちょっと薄いので、これをね、入れて自分で好きな味に調整していくって感じです。これはちょっとね、辛い唐辛子が入ってるので、辛いのが苦手な人はこれなしがいいと思います。これがね、味の素みたいなやつです。で、これが塩です。で、これが唐辛子。これをね、全部入れて最後にね、このライムを絞って混ぜて出来上がりって感じです。到着しました。ブンクアイのね、具全部のせとサトウキビジュースです。透き通ったね、スープに魚のすり身とエビのすり身、イカ、そしてこのツルツルの麺、ブンですね、が入ってます。じゃあ、いただきます。まずね、喉乾いたのでサトウキビジュースブンクアイを行きます。ちょっとね、スープ薄いと思うんですけど、まずね、この何も調整しないスープをね、飲んでみます。海鮮の出汁がすごい効いてて、優しい味で美味しいです。何もね、入れなくてもこれだけでもね、十分美味しいと思います。すごいね、ツルツルしてて美味しいです。暑くてね、食欲がない日とかでもすっごいいっぱい食べれる、さっぱりした味です。じゃあね、次、エビのすり身はね、さっき作ったタレにつけて食べたいと思います。これね、エビのすり身なんですけど、エビのね、プリプリ感が残ってて、すごいね、エビの出汁が効いててめっちゃ美味しいです。このタレね、ライムめっちゃいっぱい絞ったんですけど、ライムのね、おかげでね、すごく爽やかになってね、食欲がめっちゃ増す味です。お魚のね、すり身も食べてみます。かまぼこって感じですかね。が、新鮮な出来たてなかまぼこって感じの味です。このフーコック名産のイカを食べます。イカはね、フーコック安定の美味しさです。私はね、結構味濃いのが好きなので、このね、タレを結構ね、入れながら食べます。薄味がね、好きっていう方は全然ね、何も入れなくても大丈夫だと思います。このね、麺もね、ちょっとだけつけてつけ麺みたいにして食べるのもいいです。今回は全部半分
がね全部入ってるものを注文したんですけど、なんかいらない苦手なものとかがあるんだったらそれをね覗いていったらもっと安い値段になります。一番ね安いやつは3万5000丼からメニューにありました。イカね結構大きいのがゴロゴロ入ってます。チリもねあるので入れます。チリをね入れたら一気に韓国麺っていうかああいうね辛麺に変わります。ブンクアイはね他のベトナム麺に比べるとベトナムっぽいね癖が全然ないので初心者でもねみんな食べれるんじゃないかなと思います。ブンクアイ紹介したんですけどいかがでしたか。私はねベトナム麺の中で一番美味しいと思ってます。このお店はね3店舗のチェーンなんですけど、この店舗がナイトマーケットから徒歩圏内でお昼からね夜も結構遅くまで営業していて、店内もねすごく綺麗なのでこの店舗ね利用することをおすすめします。ブンクアイはすごくさっぱりしていて少しね量も少なめなので男性の一食分にはちょっと足りないかなって感じなんですけど、飲んだ後のね締めの一杯とかには最高だと思うのでぜひ食べてみてください。ということでブンクアイ美味しそうだな食べたいなと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまたバイバーイ。